you're stronger than I know in the storm。本日ユキコさんに初めてお会いしまして、お手紙もいただいて、本当すごくしっかりした方だなと思います。またさっき式を見てきましたが、本当に結婚すべくして結婚した2人なのかなというふうにすごく感じました。お二人は特に私非常にいい運を持っているなというふうにも思っております。今回先ほど説明あったようにですね、コロナウイルスの関係でいろいろ苦労されたかと思うんですけども、こうしてそれを乗り越えて皆さんこう笑顔で出席されてますし、きっとそういったものが絆を深めていくというふうに思っておりますので、これからもですねお互いを思いやってですね、末永く仲の良い夫婦でいてほしいなというふうに思います。少し安藤くんが結婚して嬉しいという気持ちと、安藤くんがもう愛知で家族を作ってですね、本当に帰ってこないんだなと思うと少し寂しい気持ちもあります。また宮崎に帰ってきて地元のみんな待ってるので、元気がない時こそ宮崎に友達を頼りに会いに来てください。今日これだけの皆さんが集まってくれました。ここにいらっしゃる皆様は2人のことが大好きで、ずっと味方でいてずっと見守ってくれている皆様です。これからいろんなこと、本当に大変なことあると思いますが、その時は今日の日のことを思い出して頑張っていってください。田野由紀さんと結婚する、海外に行く前に赤ちゃんが欲しい、結婚式もすると次々と話したのにもかかわらず、じっくりと聞いてサポートをしてくれたこと、本当に感謝しています。いつも私の一番の理解者でして言おうとしてくれてありがとう。私が私らしくいられるのは、お母さんをはじめ家族のみんなが見守ってくれているからだと、結婚を通して再確認することができました。私の最愛の娘ユキコは褒めて伸びる子です。どんな時も言葉に出してユキコを褒めてくれることを誓ってくれますか？はい、誓います。ユキコお願いいたします。直行や子供を大切に家庭を守っていくことを誓いますか？はい、誓います。直行をよろしくお願いします。お願いします。愛情や命、信頼、これらは手に取って見ることはできませんが、これらを大事にして二人の生活を築いていってください。晴天無風の日ばかりとは限りませんが、雨の激しい時や風の強い嵐の時もあるでしょう。そういう時こそ二人の絆が試されます。心を一つにして乗り越えていってください。雨や風にもびくともしない二人の城を築いていってください。これからは二人で夫婦の絆を深めていきたいと思っております。ありがとうございました。